どうも、おいりです。今回いただいた質問が、天然砥石がいいと言われますが、何がいいのでしょうか。人造砥石との違いを教えてくださいってことなんですけど、これ先結論を言うと、包丁本来の材質、その包丁の材質ですね、その材質本来の切れ味を出すことが可能にできるのが天然砥石です。これがもう天然砥石の魅力と言われる、もう最大の魅力だと僕は思ってるんですけど、一応補足で、まあ、その他にも、まあ、技術上達だったりとか見た目の良さとかそういったのが出てくるんですけど、最大の魅力はその包丁本来の性能を引き出すってことだと僕は思ってます。で、今回話す内容っていうのは、じゃあそもそもなんでその性能を引き出すことができるのか、天然砥石でないとなんでそれができないのかっていうこととか、まあ、人造砥石ですね、人造砥石の比較、人造砥石のメリットデメリット、天然砥石のメリットデメリットとか、あと、まあ、その使い分けですね、どういうふうに使い分けたらいいのかっていうことをお伝えしていきます。そして僕は今から天然砥石の話するんですけど、僕は天然砥石を持ってませんっていうのは、天然砥石は買ってないんですね。僕がその天然砥石を買わない理由、なんで買わないのかっていうことを説明していきます。ちなみに買わないってだけで、結構いろいろ使ったことあるので、何種類かなので、まあそれも踏まえてお話できたらなと思うんですけど、今回は天然砥石の話ですねをしていきます。では早速順番にお話ししていきたいんですけど、今回話す内容っていうのは、天然砥石と人造砥石のその、まあ、仕上がりの違いとか、どういった魅力があるのかってだけで、その天然砥石についてすごい詳しく知りたい人、例えば天然砥石がどういう山で採れて、例えば京都で有名なんですけど、京都の何々山で採れて何々水田とかっていうのがあるんですけど、そういった話はしないです。もしそういった話に興味ある方いたら、ちょっと別の動画を見てください。今回の話っていうのは、人造砥石と天然砥石の違い、そしてその魅力、メリット、デメリットっていうのをお伝えしていきます。はい、ということで、まあ、この天然砥石なんですけど、僕もそうだったんですけど、天然砥石っていうのを、まあ、存在というか、刃物屋さん行ったら、まあ、砥石と人造砥石と一緒に天然砥石が置いてある刃物屋さんもあるんですね。結構珍しいんですけど、まあ、置いてある刃物屋さんもあるんですよ。でもそれ、まあ、一番びっくりするのが値段だと思うんですけど、値段がもう桁が違うんですね。もう高いものでもう10万20万するのもとか全然あるので、まず天然砥石がなんでそんな高いのかってことにすごい疑問を持ったし、天然砥石がどう違うのか、どう良さがあるのかっていうのをすごく疑問に持って、まあ、実際に使ってみなきゃわからないので実際に使ったりしたんですけど、本当にもう知らない人いたらもう何が何なのかわかんないと思うんですね。なので今回はそれをまあ紐解いて、なんでまあ今人造砥石がこの世にあって、その人造砥石ではなく天然砥石をあえて使う人がいるのかっていうのを今回はまあたっぷり説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速順番にお話ししていくんですけど、先にちょっとだけ歴史についてお話しします。天然砥石の、天然砥石じゃないんですけど、天然砥石の歴史をちょっとだけ言うと、天然砥石っていうのはもう縄文時代からもうずっと昔からもう何百もう何千年何万年で使われてるんですけど、昔はもちろんなんですけど天然砥石しかなかったんですね。で、人造砥石っていうのはもうできてもうここ100年ぐらいなんですよ。歴史的にはかなり浅いです。天然砥石っていうのはもう歴史が長すぎます。もうずっと使われてきたので。で、包丁もそうなんですけど、今包丁って錆びにくいステンレスとかあるじゃないですか。あれもステンレスができて始めたのももうここ100年とかの話で、昔は鋼しかなかったんですね。でもまあいろいろ進歩して、そういったステンレスとか人造砥石っていうのが出たんですけど、そういうのが出てもなおかつその天然とか鋼っていうのを使う理由っていうのはあるんですね。なんであえて好んでそういったのを使うのかってことが今回のテーマになってきます。で、天然砥石っていうのは今採掘量がかなり減少してるんですね。で、その理由っていうのが3つあります。その3つっていうのは、まず1つ目が、まあ、人造砥石が出たことですね。人造砥石の一番のまあ良さっていうのが、そのまあ値段が安いっていうのと安定した研ぎができるっていうのが一番の魅力なんですね。でも天然砥石っていうのは、まあ、当たり外れがあるって聞いたことあるかもしれないですけど、かなり当たり外れがあって、しかも高いんですよ。だからこの人造砥石の方がまあ売れるっていうことで、それがまず一つです。そして二つ目っていうのが、質のいい天然砥石が取れなくなってきてるんですね。っていうのはもう長年天然砥石まあ取り続けてるので、そこにその山にある天然砥石が少なくなってるんですよ、その質のいいやつが。だからその鉱山ですね、その鉱山がまあ閉山になったりとか、もうそもそもなくなってたりとかするので、それが二つ目です。そして三つ目っていうのが、砥石そのもの、もう砥石界、砥石そのものの需要が少なくなってきてることです。それって結構まあ僕的には問題になってると思うんですけど、メンテナンスですね。自分で、人々はそのメンテナンスをしなくなったんですよ。自分で研ごうとする気持ちが少なくなってきてるんですね。めんどくさいから。だからもう
まあ、業者にお店に刃物屋さんに研ぎ直しをお願いするとか、もう自分では研がずにそういったところにお願いするっていうことが、まあ、増えてったので、そもそも砥石自体の需要が減ってるから、砥石の製造、砥石の採取自体っていうのをしてないってことですね。これが、まあ、砥石の天然砥石もそうですけど、砥石自体のその需要の低さってことで、まあ、この3つが挙げられます。はい。で、まあ、個人的にはこの3番がちょっと悲しいですよね。僕はこの3番をどうにかしようと思っていろいろ発信していきたいんですけど、やっぱり、まあ、せっかくいい包丁買ったなら自分でメンテナンスしてこその包丁なので、誰かに頼んでばっかだとそれってもうずっと修理しないじゃないですか。それって自分がまあ包丁使うにあたって、その使ってるものの修理研ぎも自分ができることによってより料理を楽しむことができると思ってるので、僕はその研ぎの素晴らしさ、研ぎの自分で研ぐことの良さっていうのをこれから発信していこうと思います。はい。ちょっとだけ脱線したんですけど、そういったまあ天然砥石の背景があって、人造砥石が出たにもかかわらず、なぜ天然砥石を使うかってことに対して今から説明していきます。まず、一番もう最大の魅力ですね。天然砥石の僕が思う一番最大の魅力っていうのが、結論で申し上げた通り、包丁本来、包丁の材質本来の切れ味を出せることです。なぜそうなのか、それは包丁ですね、鋼の中に含まれる炭化物っていうその微粒子があるんですね。その粒を天然砥石っていうのは壊すことができないんですよ。で、人造砥石っていうのは壊すことができるんですね。その違いです。まだちょっとよくわからない方いると思うんですけど、その炭化物ってその切れ味においてすごく大事なんですね。炭化物っていうのが切れ味にかなり影響してくるんですよ。で、その炭化物についてまあちょっと深掘って解説していきたいんですけど、その人造砥石ですね、人造砥石が炭化物を壊せることっていうのは、人造砥石っていうのはもうゴリゴリに削れちゃうんですよ、もう炭化物とか無視して。だから、極限までかなり鋭い刃をつけることっていうのは天然砥石じゃない、人造砥石ですね。人造砥石っていうのはそれが可能なんですね。だから研磨力とかそういった包丁の形を整えたりしやすいっていうのは人造砥石です。でも天然砥石っていうのはちょっと難しいんですよ。その天然砥石のまあ特徴、魅力の一つにも挙げられるんですけど、天然砥石って技術が、研ぎの技術はかなり上達します。絶対に人造砥石と比べると。なんでかっていうと、天然砥石って簡単に研がせてくれないんですね。その理由っていうのは、ちゃんとその泥加減とか、まあ、水加減ですねとか、力加減とか、まあ、ストロークの速さとか、そういうのをちゃんとその砥石ごとに考えないと研がせてくれないんですよ。すごくまあわがままというか、天然砥石ってもうなんかそういう人なんか個性が強いんですね。でも人造砥石っていうのは基本的にもう安定してるんですよ。もう例えばもう最初の状態と結構すり減ってって後半の状態も全部安定してるじゃないですか。そういった面でも研ぎやすい、安定してるんですけど、天然砥石っていうのは天然自然のものなので、もう下から上まで全部違うんですね。だからそれに合わせて水加減、泥加減とかそういったのを調整しないと研がせてくれないです。だから研ぎの技術っていうのはかなり上達します。で、そういった経験、そういったことを身につけることによって、それを人造砥石に置き換えて、さらに人造砥石でも研ぎの上達、研ぎの一番理にかなった研ぎ方っていうのができるようになるので、天然砥石っていうのは上達レベルでいうとかなり上がります。ちゃんと頭で考えなきゃいけないので。そしてさっき言った炭化物についてですね、炭化物っていうのはその金属微粒子のことなんですけど、それを天然砥石っていうのは刃先の先端に持ってこれるんですよ、絶対に壊せないから。でも人造砥石っていうのはもう壊しちゃって、それがまあ先端じゃない可能性もあるんですね。どういうことかっていうと、ちょっと切れ味の面でその違い、どういうことか簡単に言うと、人造砥石の場合、例えば鋼、ご存知の方いると思うんですけど、鋼って青鋼とか白鋼とか、あとステンで言うと銀酸とか、まあいろいろ種類があるんですけど、そういったものを人造砥石で研いだ場合、例えば腕のいい研ぎ職人が人造砥石でそういったのを研いだ場合、もう全部基本的に似たような切れ味になるんですね。実際もう切っててもそんなに違いわからないぐらい同じような切れ味になっちゃうんですよ。でも天然砥石でそういった材質ごとに研ぐことによって、その研ぎ上がりの切れ味の仕上がりですね、切れ味の感覚っていうのは材質ごとに変わります。それってなんでかっていうと、その青とか白とか銀酸とか、そういったそれってその炭化物が違うわけですよ。だからその粒の先端を天然砥石っていうのは持ってこれるので、切れ味っていうのは材質ごとに変わるんですね。その特徴っていうのを一番にできるんですよ。一番に伝えること、一番に研ぎ仕上げることっていうのが可能になります。炭化物が残ってるから、
だからこれっていうのは天然砥石じゃないと絶対にできないことです。でさらに天然砥石っていうのはこれ最初にちょっと言っとくべきだったんですけど、天然砥石って番手っていうのが決まってないんですね。それって自然なものでなんかはっきりと言えないからです。人造砥石っていうのはもう番手200番400番1000番とか1万番とかそういったのが決まってるんですけど、それは粗さでもう安定した砥石として確定されてることなんですけど、天然砥石っていうのは大まかなものは決められてます。アラも中戸も仕上げ砥石の天然砥石っていうのもあるんですけど、番手っていうのは定められてないんですね。その理由っていうのはわからないからです。自然なものだからです。そこでこの天然砥石のかなり魅力になってくるのが、天然砥石って切れ味をかなり高めることができるんですね。逆に言うとその人造砥石ですね、人造砥石っていうのは切れ味に限界があります。理由っていうのは粒の大きさが決まってるから。でも天然砥石っていうのは粒の大きさが決まってないです。じゃあどういうことかっていうと、粒をだんだんちっちゃくなっていくんですね、研げば研ぐほど。理由っていうのはその研げば研ぐほどっていうのは、研げば研ぐほど泥が出てくるじゃないですか。その泥をさらにまあその砥石の上、包丁と砥石の間でまあ練り続けるんですよ。そうすることによって最初は粒が大きかったとしても、だんだんその擦ることによってだんだん粒がちっちゃくなってくるんですね。で極限までちっちゃくなっていくんですよ、天然砥石って。その研げば研ぐほどその泥の中でね。だから究極のもう仕上げができるんですよ。究極っていうのはもう例えば人造砥石でも番手が高いやつだったら、僕知ってるのでは3万番とかなんですけど、それよりももっと細かい粒、もっと細かい仕上げっていうのが可能になるんですね。だから天然砥石っていうのは極めればもう最強だと思います。そこに関しても人造と天然のその仕上がりの違いっていうのもあります。もうこれだけでもまあ天然砥石の魅力は伝わったと思うんですけど、まああとまあ補足で言うと、見た目ですね。見た目っていうのはこれ結構まあ好みは分かれるんですけど、よく言われるのが天然砥石っていうのは日本刀のような光沢が出ます。これっていうのもまあ完全に好みであって、その見た目なので、人造砥石だったらその光らせることが可能なんですよ。まあもちろん番手とかメーカーとか種類によって変わるんですけど、人造砥石だったらもうピッカピカに光るやつもできます。でも天然砥石っていうのはピッカピカに光るやつは基本的にないです。その光沢の違いっていうのはあるんですけど、基本的に光りはしないです。でも天然砥石のその見た目の仕上がり、ちょっと口頭で説明すると、天然砥石だとそのよく合わせ包丁とかって言われるその地金と刃がね、その2枚合わせとか、まあ羊包丁で言って3枚合わせですねっていう、その境目の線があるんですけど、その境目だから地金側と鋼側のその境界線とか、そういったもうそれぞれの色ですねっていうのを分けること、なんか綺麗に仕上げることができると言われてます。まあもちろんそれは研ぎ方とかによって全然変わってきたりするんですけど、それが美しいと言われてます。なのでこれはまあ実際に研いでみて、本当に人によって、例えば同じ砥石で同じ包丁で研いだとしても、研ぐ人が違ったらその見た目って全然変わるんですね。なのでその違いっていうのは出てくるんですけど、その天然砥石での見た目の仕上がりっていうのは人造砥石では出ない光沢っていうのが出ます。その表現ですね、それを好んで天然砥石を使う人っていうのもかなり多いです。なのでこれがまあ見た目の違いです。はい、なのでまあ見た目の違いってあるんですけど、個人的にはまあ好きか嫌いかで言ったらまあ普通ですね。そんな別にめっちゃいいなとは思わないです。まあかっこいいんじゃないですか。かっこいいとは思いますよ。でもまあ人造で僕光った方が好き。では次、人造砥石と天然砥石のまあ簡単なメリットデメリットの比較ですねっていうのをやっていこうと思うんですけど、まず切れ味について、切れ味はさっき述べた通り人造砥石では限界があります。番手で決められてるのでそれで限界があります。で天然砥石っていうのは限界がないです。その粒ですね、研げば研ぐほどその砥石の上でだんだん小さくなっていくので、天然砥石っていうのは基本的に切れ味に限界がないです。その人の腕、その包丁の持ってる本来の材質っていうのを引き出すことができます。で次、研ぎやすさ、まあ研ぎやすさというか安定してるかどうかなんですけど、研ぎやすさっていうのは人造砥石っていうのはかなり安定してるので、もうずっと研ぎやすいです。もう常に同じ状態です。じゃあ天然砥石はどうかっていうと、天然砥石は研ぎにくいっていうか、研ぐ、さっき言った通り全然研がせてくれないです。ちゃんと研がないと。そのちゃんとっていうのは水とか泥加減とか力加減とか速さとか、その置き方とかなんか向きとかいろいろあるんですけど、そういったことによって、そういったのが全部ちゃんと条件クリアしないとちゃんと研がせてくれないのが天然砥石なので、難易度的にはかなり難しいです。でもそれを乗り越えたら、その腕が身についたら、もうこれ以上勝る切れ味っていうのはもうないです。本当に人造砥石ではつかないような刃がつきます。
これは本当にすごいことだと思います。もうこれが極論だと言ってもいいんですけど、まあこれがあるから今でも天然砥石を好んで使う人っていうのはいると思います。で、研ぎにくいもう一つの理由として、安定しない、要はその砥石どこでも安定、自然なので安定してないんですよ。でその天然砥石の中ですね、中になんか大きい粒というか、地を引くっていうんですけど、天然砥石研いだことある人は分かるかもしれないんですけど、研いでる途中でなんかガッガッってなんかギーギーってなったりするんですよ。なんか包丁にその音でも分かるんですけど、なんか傷がつくような、なんか引っかかりというか、そういうのが天然砥石っていうのは結構あるあるなんですね。それってどういう時に起こるかっていうと、結構まあ力を強く押しすぎてその前後させたりするとそれが起こりやすいんですけど、だからその力加減が重要になってて、ちょっと肩の力抜いて優しく研いだりとか、刃先に力入れるのか、しのぎ側に力入れるのかとかによって、その地を引くか引かないか、そのリスクっていうのは結構変わってくるんですけど、これまあちょっとやった経験ある方しかちょっとまあ分かりづらいかもしれないんですけど、要は天然砥石っていうのは研いでる最中になんか変なもうジャリジャリみたいなのになったりします。でこれも本当に下手したら、その結構その砂利が大きいと一気にもう包丁傷つけるんですね。だから本当に安定してないんですよ、天然砥石って。そのデメリット、だからそれで天然砥石をまあ使いたくないなって人はいると思います。なのでこれがまあ安定性ですね、研ぎやすさに関してはこういったことです。で次に値段ですね。値段はまあ最初に申し上げた通り、値段っていうのは天然砥石はもうクソ高いです。もうアホほど高いです。まあもちろんそのピンキリですよ。もうピンキリすぎて、もう安いものでもまあ高いんですけど、高いものだともうなんでこんな高いのってぐらい、もう100万とか多分200万ぐらいのやつも全然あったりするんですね。それとも貴重すぎてっていうのは、もう閉山した山で昔採れたやつとか、もうプレミアがついてるやつですね。もうそのくらい貴重な天然砥石ってのがあるので、もうアホほど高くなってます。でも人造砥石っていうのはもう基本的に値段決まってます。まあもちろん人造砥石もピンキリなんですよ、ピンキリなんですけど、人造砥石っていうのはもう値段に変化はそんなないです。で比較的まあ値段も知れてます。そんななんか大差ないです。人造砥石っていろいろ製法があるんですよ。だいたい3つ製法あって、レジノイドとかビトリファイドとかマグネシアっていうのがあるんですけど、まあそれによってもちょっと値段が変わったりとかするんですけど、そんな、まあ、知れてます、そんな差がないです。なので値段に関してはまあかなり差が出てきます。もう天然砥石はもう意味わかんないです。はい、ではまあざっとこんな感じですね。ざっとこんな感じなんですけど、その、今から説明するのは使い分けることを僕はおすすめします。まあおすすめといっても僕持ってないので実際使い分けてないんですけど、もし天然砥石僕持ってたら使い分けるんですね。じゃあどう使い分ければいいかっていうと、包丁って研ぐ面が3つあるんですよ。この、まあ、3つっていうのはこの片刃包丁ですね。片刃包丁って研ぐ面が3つあって、その3つっていうのは、切り刃と裏面の裏押しですね。裏押しと、でその先端にある刃付けするときにする小刃ですね。この先端、この第一関節、このここで、この裏、切り刃、小刃のこの3つあるんですね。この3つを天然砥石と人造砥石で使い分けることによって、変わったちょっといつもと違う切れ味を生み出すことができます。これっていうのはまあ人それぞれで、例えばその小刃だけ天然砥石で仕上げるとか、裏押しだけ天然砥石で仕上げるとか、その組み合わせっていうのは自由なんですけども、人それぞれです。いろいろ実験して切り比べてほしいんですけど、そういった組み合わせ、その3面をどれで仕上げるか、その組み合わせを変えることによって、その食材に合った、それぞれその作業に合った切れ味を出すことっていうのが可能になります。ちなみに僕だったらなんですけど、僕だったら裏押しと小刃を天然砥石で仕上げます。理由っていうのは、裏押しと小刃がその食材を切るときに一番最初に当たる部分なので、そこの切れ味を良くしたいので、僕だったら裏押しと小刃っていうのを天然砥石で仕上げます。で切り刃っていうのは、その僕だったら包丁ごとに使い分けますね。なんか人造砥石のその見た目の仕上がりが好きだったら、僕は切り刃を人造砥石で仕上げますし、天然砥石の見た目の包丁にしたやつだったら、天然切り刃も全部天然砥石で仕上げることもすると思います。なのでまあこの組み合わせ、もし天然砥石買う予定がある人、天然砥石持ってる方いたら、その面ですね、研ぐ面、まあ片刃だったら裏押し、切り刃、小刃で、両刃だったら、切り刃と小刃ですね、っていうので、使い分け、組み合わせを変えてみて実際に切ってみるってことをお勧めします。本当にかなり切れ味は変わってくるので、感覚がすごく面白いですよ。本当に天然砥石じゃないとできない切れ味っていうのがあるので、すごくやってみる価値はあると思います。で、人造砥石のまあメリットというか、人造砥石をまあ持っておくべきだと思うこともあるんですね。人造砥石っていうのは研磨力というか、その壊せる、かなり形を作ることがしやすいんですよ。だから例えば包丁をもう新しく購入した時って、
綺麗に面が揃ってないこと多いんですね。和包丁ではよくあるんですけど、切り刃がもうちゃんとフラットになってないことが多いんですよ。これっていうのは包丁屋さんが悪いんじゃなくて、もうそういうものなんですよ。もちろん本場付けとかって言って、なんか綺麗に切り刃も全部研いでくれてるそういったオプションがある刃物屋はあると思うんですけど、だいたい包丁の買い立てっていうのはその切り刃がまっすぐなってないです。だからその状態からちゃんとフラットにする、自分で一番研ぎやすい状態にするまでっていうのは人造砥石じゃないときついです。天然砥石でそこまで仕上げようってなると、もうかなりもう途方に暮れます。時間がめっちゃかかるんですね。でも人造砥石っていうのはもちろん荒砥石とか中砥石とか決まってるので、その荒砥石で一回形をちゃんと作ってから、その後まあ上げていくっていうことも人造砥石だと可能になるので、人造砥石を持っておく、人造砥石を持つ価値っていうのは絶対にあります。はい、ということですね。ということで、まあ、今回の内容はこれだけでもかなり十分天然砥石の魅力っていうのはかなり伝わったと思うんですけど、今僕がその魅力をめっちゃ伝えたにもかかわらず、なんで天然砥石を僕は買わないのかってことについて説明していきます。僕が天然砥石を買わない理由っていうのは、もう一言で言うと終わりが見えないからです。もうお金がいくらあっても足りないくなるのはもちろんもう想像つくんですけど、まあお金の話はちょっと置いておいたとしても終わりが見えないんですよ。もう沼すぎて。要は天然砥石ってまあ当たり外れがあるって言ったように、もうガチャガチャなんですね。もう買ったとしても、それ研いで見るまで、研いで、しかも最初の表面だけとか、その研ぎ進めることによってその中側とか、それによっても変わるじゃないですか。っていうのもあるし、その当たり外れっていう話したんですけど、当たり外れ、その外れを分かるためには当たりを引かなきゃいけないじゃないですか。で、当たりを分かるためには外れを引かないと当たりってことが分からないじゃないですか。で、当たりは当たりだとしても、その全部が当たりか分からないじゃないですか。もうだからもうキリがないんですよ。しかももう何種類もあるし、もうお金の面でも何十万何百万ってのもあるんですね。で、何十万の買ったとしてもそれが当たりかどうかも分かんないし、でこれ実際に砥石の本とかそのメディアで言ってる人いたんですけど、天然砥石を売ってる側も分かんないらしいんですよ。だって分かんないから。天然砥石を売っててもなんか自信を持って進めることがちょっとなんか気に障るというか、ちょっと罪悪感あるらしいんですね。だって本当に分かんないから。そのくらいガチャガチャもう運なんですね。ただもちろんその質はいいだろうっていうのはありますよ。だいたいこの一部分で取れて、まあ質がいいものが集まってる場所だから、だいたい質がいいから値段高くしておこうっていうのは多分あると思うんですけど、それでももう 100% の確信はないわけじゃないですか。自然のものだから。だからつまり僕が買わない理由も、買わないようにしてる理由ですね、買わないようにしてる理由っていうのは、僕性格上多分1個でも買ったらもう止まらなくなっちゃうんですね。もうやばいことになると思うんですよ。だから僕の自分の性格上も踏まえて、天然砥石っていうのはあえて買わないようにしてます。まあでも1個あったらいいなと思いますけどね。そのさっき言った組み合わせを変えることが、まあ自分の家でもできるようになるので、はい。なのでまあもし天然砥石をまあもし提供してくれる方がいたら、すごく僕は嬉しいです。まあ自分のお金で買えよってもちろん思うと思うんですけど、ちょっと自分のお金で買っちゃったら止まらなくなるの絶対分かってるんで、僕はもう自分のそのルールとして、天然砥石は自分のお金で買わないっていうことをもう自分のその制約として自分でルール化してるので、僕は天然砥石を買うことはないんですけど、ただ天然砥石は欲しいっていうその欲求は変わらないです。なのでもしまあ提供してくれる方いたらすごく嬉しいです。はい、ということで今回の内容は以上ですね。まあこんな感じで、まあ天然砥石と人造砥石の魅力いろいろお伝えしたんですけど、結構深掘りすると、その天然砥石のさっき言った山だとか、なんか何々すいたとか、かなり種類があるんですね。なので興味ある方っていうのはまあ調べてみてください。すごくもう奥深すぎて、もうかなり勉強することにはなると思うんですけど、すごくまあ面白い人にとっては面白いと思います。はい、ということで、まあ最後にちょっとだけまとめると、最大の天然砥石のもう一番の最大の魅力っていうのは、材質の本来包丁の性能を引き出すことが可能になるってこと。その理由っていうのは炭化物が原因になってて、天然砥石は炭化物を壊せないから、その切れ味の要因である炭化物を刃先の先端に持ってこれる
人造砥石っていうのは炭化物すらも壊しちゃうから、天然砥石ほどの切れ味、天然砥石でしか出せない切れ味っていうのは人造砥石では出すことができないってことですね。でもちろん今のも大事なんですけど、切れ味の限界、人造砥石には切れ味の限界がある、天然砥石っていうのは研げば研ぐほど粒がちっちゃくなっていくから切れ味の限界がないってことです。で天然砥石っていうのはその研ぎの技術がかなり上達するってことですね。もう簡単に研がせてくれないので、ちゃんとその条件、いろいろ水とか速さとか力加減っていうのをちゃんと頭で考えないと研ぐことができないので、研ぎの技術っていうのもかなり上達します。そして見た目ですね。見た目も好みによるんですけど、日本刀のようなまあ綺麗な光沢っていうのが天然砥石でしか出せないような魅力、表現の仕方っていうのがあります。はい、ということなんですけど、まあ僕が思う魅力、その特徴であって、いろいろもっとなんか細かく言えばあると思います。なのでもしそういったもっとここが魅力だよって知ってる方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。僕もすごく興味あります。はい、なのでまあ本当に天然砥石の魅力、天然砥石でしか出せない、なんで今人造砥石が出てるこの世の中で天然砥石がいいって言われてるのかっていうのは十分に分かったと思います。で砥石のことじゃなくて、包丁もですね、今ステンレスっていうのがいろいろ出てきてます。今本当に技術進歩してて、ステンレスの中でももう本当になんか粉末鋼とか、もういろんな材質、新しい材質、鋼材っていうのが出てきてるんですね。そういったものが出てきてるのにもかかわらず、その鋼がいいと言われてる理由っていうのもあるんですよ。だからその砥石に限らず、包丁も鋼でしか出せない切れ味とか、鋼のいいとこ悪いとこ、ステンレスのいいとこ悪いとこで、砥石も今回お話したように人造砥石のいい悪い、天然砥石のいい悪いっていうのがあるので、まあそれぞれの特徴を理解して自分の作業、自分の包丁に組み合わせるってことが一番大事になってくるので、ぜひ覚えてください。本当にそれを知ることによって、包丁研ぎっていうのは当たり前ですけど、もう楽しすぎます。もうめっちゃ楽しくなるんですね。でそれができることによって、もう料理自体も楽しくなるんですよ。もう切れ味が全然変わるので、今日この研ぎにしたから、あ、この切れ味なんだ、今回この砥石に変えたから、あ、この切れ味が生まれたんだってことを分かるんですよ。毎日そういうのを続けてると、本当にこれってめちゃめちゃ楽しいんですね。めっちゃ楽しいんですよ。だからこの砥石を一つだけ持つ、まあ人、大体の世の中の人は一つだけかもしれないんですけど、複数持っておく、例えば腎臓だけでも、僕これだけでも持ってるんですけど、もっと欲しいんですよ、とかでも、天然砥石を持っていろいろこの切り比べ、その研ぎ比べっていうのをすることによって、新たな切れ味、新たな発見っていうのは生まれてくるので、砥石を複数持つ、包丁も材質ごとに複数持って切り比べをするっていうのは、もう人生にとってもう一番の喜びです。それはすごく楽しいことなので、まあ僕にとっても誰かにとっても、そのそれを分かってほしいんですけど、とにかく切るって作業だけでもたくさんその感覚が変わってくるので、その楽しさっていうのを分かってほしいです。だから僕はその包丁の楽しさ、研ぎの楽しさっていうのを伝え続けます。はい、いかがだったでしょうかって感じで、まあ包丁の今回の質問とかですね、いろいろ募集してますので、いつでもコメント欄でお待ちしております。それでは今回の動画がまあちょっとでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。